ファイツヘイヒハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡の町村で、マイン川沿いに位置する。ファイツヘイヒハイムは、ファイツヘイヒハイム、ガートハイム、シュレーホーフの3地区からなる。北は、エアラブルーンとテューンガースハイム及びギュウンタースレーベン、東は、リムパーとエステンフェルト、南は、ビュルツブルグとツェルアムマインと境を接する。西は、 マイン川を挟んだ対岸にマルゲーツ・ヘイヒハイムがある。この町は公式には二つの地区からなる。ファイツ・ヘイヒハイムの議会は二十四議席からなる。第一町長はユルゲン・ゲッツである。紋章はこの町の守護聖人である聖ファイツを描いている。この紋章は1563年7月26日に司教領主であるフリードリ・ヒホン・ビルスベルクから与えられたものである。 道路、ファイツ・ヘイヒハイムは、ビュルツブルグからフルダへ向かう、連邦道、B27 号線に直接面している。ビュルツブルグへの距離は、約6キロメートルである。アウトバーン A3 号線や、A7 号線も近くを通っている。ファイツ・ヘイヒハイムの、駅バスと、鉄道、ファイツ・ヘイヒハイムには、バルタザール・ノイマン弊社があり。 航空機動作戦士団はじめいくつかの部隊が駐留している。この弊社には以前は第12装甲士団が駐留していた。ファイツヘイヒハイム情勢フツスキョーク教区協会。ありがとうございます。